ブックオフオンラインとは、ブックオフコーポレーション株式会社の完全子会社である、ブックオフオンライン株式会社が運営する、日本最大級のオンライン中古書店。2007年8月1日にオープンして以来、オンライン中古書店としては、最大規模を誇る、インターネット通販サイトである、ブックオフの店舗と同様に、中古の書籍、コミック CD、DVD、ゲームソフトなどを、 インターネットで買い取り、販売する。会員数は343万人。在庫数は約500万点。ブックオフ系列としては珍しく、新刊本や新品ソフトの取り扱いもあり、新品、中古が同時に購入できるワンストップショッピングも売りの一つとなっている。全館セットを一度に購入できる大人買いが代表的なサービスで、中古在庫がない巻きは、 新刊で補うことができるユニークな仕組みとなっている。無料で入会ができる、会員サービスも充実しており、ブックオフの店舗では、欲しい商品の在庫がない場合に、いつ入荷するかを知ることができないが、ブックオフオンラインでは、入荷したら、メールで通知してくれる、入荷お知らせメールをはじめとした、お知らせメール機能が充実している。自宅に言いながら本が売れる宅配買取サービス、宅本便は、 年間33万人が利用しており、22時までに申し込めば、翌日午前からの集荷が可能。コミックの全館セットや、書籍の全館セットを一度に購入できる機能。中古、新館を組み合わせた、その時の最安値で注文することができる。一冊ずつではなく、まとめてカートに入れることができるので、関数が多いコミックなどを購入する際に便利。 欲しい商品が入荷したら、メールで通知してくれる、入荷お知らせメールや、希望価格まで値下がりしたら、通知してくれる、値下げお知らせメールなど、独特な機能が多い。他には、在庫が全館揃ったら、通知してくれる、大人買いお知らせメール、コミックの最新刊が発売した際に通知してくれる、手待ちメールがある。ブックオフ唯一の宅配買取サービス。利用者は売りたい品物を箱詰めにし、 インターネットもしくはフリーダイヤルで依頼すると、運送会社が無料で集荷に来てくれる。送り状の準備は不要。査定後、買い取り金額は指定した。銀行口座へ振込で支払われる。本は10冊以上、または CD ・ DVD ゲームは3点以上、または買い取り価格が1000円以上の商品が1点あれば、利用が可能。ゲーム DVD ・ CD については、宅本瓶の買い取り価格を、 全商品で公開している。ブックオフ店舗の買取価格とは異なる。検索窓に商品名や JAN コードを入力し検索することで、買取価格を事前に調べた上で、宅本便を利用することができる。買取金額が寄付になるボランティア宅本便は、専用ページから買取を申し込むことで、開発途上国や地方自治体などを支援できる仕組み。 累計の参加人数は49,276人。寄付金額は1億8,717万2,449円。同じ仕組みを活用した東日本大震災被災地支援プログラムも2011年より実施しており、未だ継続中である。買取金額が支援金となる。売って支援プログラムは累計の参加人数1万7,852人。 寄付金額5325万2543円、グループ合計の実績。買い取り金額が、被災地の移動図書館活動の支援に活用される、被災地の移動図書館を応援しようは累計の、参加人数1997人寄付金969万6 9十1円。また、2016年4月22日から、 平成28年熊本地震打って支援プログラムも開始され、被災地への義援金として活用される。企業からの参加も受け付けており、CSR 支援プログラムとして、企業ボランティア宅本便を提供している。スターバックスや帝人、NEG、三菱商事、アフラック、大和ハウス工業、ファミリーマート、大塚商会など、多数の企業がこの仕組みを導入し、 成果を上げている。中でもスターバックスは毎年12月に実施しており、2012年度はこの取り組みを通して150万円以上を日本展示図書館に寄付したとしている。漫画喫茶の開業や休憩スペースに漫画を置きたいなどの法人から書籍購入の要望に対応する窓口がある。導入事例のページではビジネスホテルチェーンのルートインジャパンや パチンコホールチェーンのダイナムなどが紹介されている。広大な面積、膨大な在庫という規模感や、店舗とは違うシステムが注目され、内部専有系のテレビ番組に取り上げられることが多い。コンテンツ作成に担当性を設けており、ライトノベルやボーイズラブの専門ページは本格的すぎると話題になったことがある。解体商品が浮かばない場合などに、 ツイッターでブックオフオンライン宛てにつぶやくと、スタッフが要望に合った商品を勧めてくれる、推し本ナビというサービスがある。リユースやリサイクルに役立つ情報や、エンターテインメント情報、ブックオフオンラインに関するお得情報をお届けするコラムページがある。ありがとうございます。